はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。シーズンなんとかかも忘れたけど、これをね、一応撮影してるのは5月の30日なんですけど、多分31日にアップされてて、最後のね、動画になってるんじゃないですかね。このルールの。157戦やったね。まあ頑張ったんじゃない？勝てない勝てない、文句言いながらも。ねえ、いや、まあ本当は、まあ200、最低でも200かまあ300ぐらいはやるもんだけど、まあまあまあ、ねえ、あんまり、悲観してもしょうがないんで、ね。この試合はスーパー選出作で、ボルトロスにバンギラス、レヒレにブルルー、ミミッキにドヒドカムドー、ドヒドー、デッカガイに対してランクルス、ウラスに対してブルルー、ランドルスに対して無道ってことで、まあ上答えが必要と。出てこないものを絞っていきたくて、まあミミッキは舐めていいか。で、ブルルー多分投げるから、レヒレだいぶ見れるでしょ。で、ボルトロス、毒はないんだったら、だからボルチェに対してはブルルでそこそこいけるから。いやー、これランクルス超投げたいなー。ランクルス超投げたいな。テッカゲアは絶対出てくるでしょ。ランクルスなんよなー。ランクルスなんよなー。今シーズンも負けて終わりたくない。最終4桁で、あの順位的に今試合勝っても最終4桁は確定なんだけどさ、最終4、別に、レート2000超えてなかったら変わんないからね。一回でもまあ、レート2000タッチしてたら最高2000で、それなりのものになるけど。ブルル、ランクルス、ドヒド。まあ、ランドロスは出てきても、ステロ巻きな場合があるため、オッケー、ボルトから来た。ヘドロウェーブは諦めましょう。バンギラスがいないと、また、いやー、ダイアタックあるやつも結局無理だな、匠あったら。都合よく、願望を通すゲームなんでね。都合よく。はいはいはい。次の行動がわかんないけど、多分ここで匠まないでしょ。ヤドリゲもらった状態で匠んでも、まあ、バンギの確定数変わるとか考えると。まあ、ボルチェンはなさそうだね。気合玉打ってくるってことは。ああ、素直に引く。まあ、これは片読み、割と当たってたっぽいから、全然いい展開だけど。オッケー、オッケー。で、デッカグヤの型見て、持ち物次第だけど。まあ、ハーブっぽいかな。ランクルスで間に合うかな。まあ、つってるけど出てくんの。あー、レヒレか。これ勝ったんじゃない？多分だけど、裏通して。でっかぐやが型がわかんないけど、多分パワフルハーブでしょ？メテオビーム打つやつだよね。まあ、ブルル戻して。あのでっかぐや、ヤドリギ打ってないから、ランクルスとブルルに対して、まあ削っていけんじゃないか。怒りから来そう。まあそれだよね。思った通りそれだよね。で、挑発をするかどうかんだけど、多分挑発したいよね。ウッドホン打つわ。挑発入れてからテッカガヤに引きたいはずで、はいはいはい。ここ次ランクルス引こうか、こっち。まあ多分それで勝ちだと思うけど。ブルルー、むちゃくちゃ回復したけどね、これで。まあ挑発のターンに無理くり突っ込んで、みたいな動きあるから、レヒレむずいんよな。ナースヤインの時僕、カバマンダガルドの、なんか、レヒレで受けサイクル崩すみたいになってたから、別に勝ってたわけじゃないけど、挑発するターンに殴られて、もう、みたいな気持ちになってたのがね、いい思い出ですね、今思うと。まあ多分怒りで突っ込むルートないでしょ。もう一回、ああ、怒りなんだ。それちょっと困っちゃうけど、まあまあまあ、フィールドでランクルス回復するし、まだマシかな。
まあ相手視点こう取りケアして挑発だと思うけどな。うん、ね、ランクルさんヒットポイント削れちゃったから、なんかテッカギアがまずくなったような雰囲気がある。そんなことはない。めちゃくちゃそんなことあるよな。こいつの残飯パクリてー、めちゃくちゃパクリてー。いやでも土俵で霧から入って裏引けばいいから、エテオビームはケアできると思うんだよな。でメテオ素で積んでくるならこっち霧打てるから、はいはいはい、かぐやはあと頑張ればいけんじゃない。もう土俵でカプレヒルが見れる世界終わったからね完全に。またメテオはと思うため、まあ残飯じゃないからそれしかないんじゃないか。いやでも丁寧に宿り打つ話はあるな。身代わりから来た、そしたら多分ランクルス引きからでいいんだよね。オッケー、これで、ではこのルールって、ちなみに、いつまで続くんですかね？結構、ダイパリメイク出るまでこのルールずっと続くとかは言わないよね、さすがに。さすがに、そんな、ねえ、酷なことを言ってくることないと思ってるけど。まあ、ここ、再生でいいね。これ多分いけたんじゃない？はいはいはい。動く限り勝ち。まあ、メッテを見てから、切りすればいいから。で、レヒレに対して、トーチカとか守れてターン稼いでいいタイプだって分かったから、それでいけんじゃないかな。このテッカグヤには結構苦しめられたけど、身代わりがないっぽいから、だいぶマシかな。急所痛いね。急所だいぶ痛いね。焼けば平等だね、まだ。不平等、超不平等。ここひるまないでほしいな。でも急所当ててるからひるむはさすがにない。なあ、切ってきたダイマックス。ダイマックス切ってきた。ダイマックスもうやめてくれ。ダイマックスやだ。ダイマックスやだよ。でもこれ火力上がってないからさ、苦しくないっすか。さすがにてっかぐやさん、ダイジェット。耐えないんだよな、多分。お前それさっきんとこ急所当てたからここダイマックス切ってんだろう。まあ、ひるんで急所、ひるんで。回復させないでダイマックス切ってたな、こいつは。やること。待って、仕上がんのまずい。まずくて。超まずくて。ガチのマジにまずくて。まあ、まあでも。間に合わんかな。土俵で頑張るしかなかったんだけど、さっきのとこ。終わった。まあ、ランクルス引いても間に合ってないし。いやー、どこまで行っても僕が弱えな、マジで。なんかやりよい、無限にあった気がするな。明らかに竜王戦の頃よりなんか僕の本体が雑魚になってる感が否めないよな。あの頃と比べたらどう考えても吐いて捨てるプレイヤーになってるわ。ちょ、負けて終わるのさすがに尺だから、もう一戦、まあ、動画の尺的にももう一試合ぐらいやろうかなと思ったんで、もう一試合やります。ちなみにこれに負けたらもう逃亡するんで、最後は5桁を始末して終わるといいんじゃないですか。ランクルスエアームド土俵入れ、サンダーで全滅、サンダーで全滅、ランドロスを
まあ、ランドロス舐めるか。いやーでもレヒレが。いやーでもドヒドは絶対あげなきゃダメでしょ。ドヒドバンギムノってあげたいけど、テッカガヤで終わんの目に見えてるよな。他にないもんね。テッカガヤ絶対出てくるでしょ。ドヒド、バンギー、ランクルス。サンダー考えるとこっちになるよな。まあランドルスに対しては初手のネットやけどで焼かないと負けです。サンダーがいたので、バンギア持ってきて正解あったけど、ランドロスで終わる世界なので、再生から入りましょうか。あ、初手ダイマックス切るのは絶対ないからね。バンギ引けるよ、僕。ダイマックス切ってるんだったら僕バンギアですね。まだ引いてるから。それは成立しないね。さすがに。めっちゃ悩んどるけど。めっちゃ悩んどるけど。ボル。ああ、はい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 。なるほど。そういう、確かに、考え方も、ありますね。ちょっと困ったこと起きたけど、ちょっと困ったこと起きたけど、あ、そっちがその気なら、引くんでね。ちなみに、タマサンタだったから、普通に電気汗しんどったけど、しょうがない。もう無理だもん。裏の崩されるルートが目に見えすぎてるからさ、安定した行動でとか、もうないよね。それを用意できないから構築がないっていう状態に陥ってると思うんですけど、このルールでそういう偉い動きを開拓できる気はしないので、じーっとね、待つと。徳川家康みたいなもんだよ。耐え忍んで、木を伺うって、ランドロスできたら負け。あ、いい負け。まだ希望はある。まだ希望はある。トンボ帰りのランドロスだったらまだいける。無道まだ見せてないから。いや、次のサイクルからこいつ自信打ってくるんだよな、絶対。どうしよっか。でもサンダーボルじゃないでしょ。どっかでランクルスかなんか着地したい話あるか。ランドロスに土俵で投げるってもう本当に意味わかんないもんね。トンボ返り打ってくんない？あ、なんか思ったものと違うもの飛んできた。思ったものと全然違うもの飛んできたけど、これはこれで命拾いした話があるね。ちょっとだけ。ダイマックスを切るべきか切らざるべきか。変わらわりでしょ？多分ここでダイマックス切る以外ないんだよな。まあ引くわけは当然なくて、まあダイナックル媒体にもなるしな。偉い技っちゃ偉い技か。変わらわり、あとあれか、壁展開の対策になるのか。意外となんかガブラスに変わらわり入れてる人とかいたり、そういうのあるみたいだからね。マジで？そのランドロスに変わらわり入っとるの？それはなんか想定外あまりにも想定外な方向から飛んできたな。いやー、まあでもきついランドロスをこれでなんとかなるかもしれないんだったら、これが一番いいから。サンダーはまあダイマークても、ダイマックス多分カラスを止めばカラせるし、なんとかなるんだよね。で、雨降ってるから次のストリームへ飛ぶでしょ。残してくるんかな。でもそれならそれでサンダーがめちゃくちゃ削れるでしょ。雨ストリームとステロとで入るから、あ、捨ててきたね。ランドロス、ランド捨ててくれるなら願ったり叶ったりだけど、とりあえずこれで処理して、オッケーオッケーオッケー。なんか最大の関門を突破した気がする。これまあ相手の人5桁だから、これに負けると僕5桁なわけじゃん。順位とかの話じゃなくて、5桁の人に負けて4桁ってのはありえない話じゃん。5桁なわけだよ。だから嘘、でもこれを逆の理論でいくとさ、とんでもないことになるよな。4桁からさ、2桁までマッチングし勝ったら、じゃあ2桁なのかって、そんなこと絶対あっちゃいけないじゃん。そんなことだけは、絶対にあっちゃいけないから、その理屈は、ちょっと引っ込めさせてもらっていいですか。でも、じゃあ気持ち的にね、負けて終わりたくないんで、なんとでも言え、僕の動画をな、
雑魚狩りコンテンツは何だろう、好きなように言ってくれ。番引きで。ちなみにここ、ウォールしてよかったな。まあ、あんま変わんねえか。サンダーが大サンダー切ってくると、ドヒド死ぬから、嫌だなと思って引いたんだけど、大ウォールでもよかった話がある。はいはいはい。羽に引けたのでかくて、これめちゃくちゃでかくて、まあ、ステロが痛いかなぁとは。またこっちもステロ負けてるから頑張って裏削って、GG に持ってきたい。裏誰だろうなぁ。鉄火具とかだったらこっち、多分ランクルス着地した瞬間にほぼ勝ちで、10万で突っ込んでくるってことは負けないかな。切ってから動けばいいから、こっちは。できればこれでサンダー落とし切ってもらえると、あーいいね。まあ、これでサンダー引けなくて、羽しかないから、自信をしていけばいいか。まあ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 、あと、砂で、普通に10まで殴ってくるのは砂で落ちるから、羽しか押せない状態になってて、サンダーを追い詰めると。自信打って、多分落ちんじゃないか。玉サンダーだから、耐久振ってないと思うんだよね。うん。オッケー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 。いやもう自分がどんな順位でもどんなレートにいても最後に一回勝って気持ちよくなってシーズン終われれば終わりよければ全てよしっていうね。ラストでっかくやか。シーガンのまずいけど、宿り木なら勝ち。メテオビームだった場合に、メテオ食らって切りしてみたいな。ダイロック打つんかな。ああ、先にダイマックスなら、それはいいかな、全然。これで、ランクルス突破できないこと確定したから。いや、残飯のエフェクト出てたっけ？よく見なかったな。この減り方はさすがに出てない。ないか。残飯じゃないか。チル一番安く出せたね、土俵入れが。物理かな、物理だとまたちょっと話変わってくるけど、丁寧にトーチか押すか。うん、で次バンギ捨てて、スチルだと、でもね、わかんないな確か。いやーでもドヒド D の方が低いから、まあ、ダイジェットを持っておる。いやーでも結局霧で処理してランクルスで最後止まるんじゃないか。うん、これ次耐えるかな。さっきのダメージ的に多分耐えるんだよな。20も入ってないでしょって。まあ、死んだら死んだでドンマイってことで、うん、でジェット撃つってことは、あー死んじゃった。あ、待って、なんかまずいことした。あー、A 上がるよね多分ね。あー C ならまだ間に合うかもしんない。 C ならまだ大丈夫だと思うわ。いや大丈夫な保証はどこにもなくて、ここメテオでしょ。なんか急所に当たらない試合の方が最近ないような気が、当たるし、当たらない試合しかないような気がするのは僕だけですかね。避けるなら全て水に流してやるよ。あ、間に合いそう。クソ余裕だった。まあ、エアスラ次第だけど、そこまでひどいゲームにはならないはず。これね、火炎玉あったら、プレゼントしたいとこあったけどね。まあまあ、あとは、ひるみゲーミングはね。
ああ、終わった。減り方が早かったもん、明らかに。ああ、クソゲーだろ、このゲーム、マジで。誰がやるか、来月から。ふざけんな。ふざけんな、マジでさ。ルールも、さあ、また元に戻しやがって、竜王戦、ふざけて3ヶ月待ってさ、やっと、と思ったら、今度こんな、地獄みたいなルールになって、ダイマックスみたいなわけわかんないゲームシステムを考えてさ、ふざけんじゃねえよ。誰がこんなゲームだ。二度と遊んでやらねえからな。